はい、こんにちは。今日もまかないを作ります。今日はサンマのパン粉焼きプッタネスカです。では作ってみましょう。まずフライパンにオリーブオイルを入れます。こちらはパスタのソースを作る方、こちらはサンマのパン粉焼きを作る方です。そしてスパゲッティ入れますね。はい、フライパンの方はニンニクを入れます。そしてこちらはサンマにパン粉をつけたものがあります。これを入れます。サンマを今回サンマの三枚おろしの動画もあるので、その動画はこちらです。はい、サンマにパン粉をつけたものを焼きます。
パン粉焼きみたいなことからやりましょう。やるんです。はい、出来上がりです。いただきます。はい、召し上がれ。はい、サマですね。うん、美味しいです。美味しいですか、よかった。トマトのソースが染みてて。そうですね、今日はプッタネスカソースですかね。あの酸味も効いてますし、オレガノのいい匂いにします。サンマとぴったりだと思います。今日はなんかいつもよりアルデンテで、アルデンテで、はい、どうですか、美味しいですか。美味しいです。やっぱいつもと全然違うソースが。そうですね、いつもちょっと辛すぎるやつが、うん、辛いソースにしてますからね。香りがいいですね。白ワインとぴったりですね。カモミールティー。カモミールティーですか。おしゃれ。おしゃれ。うん、美味しいです。ありがとうございます。そんな感じのまかないでした。はい、これを入れます。サンマを、今回サンマの三枚おろしの動画もあるので、この動画はこちらです。でこれ編集で大丈夫ビヨーンってこう、サンマっていう感じにしようかな。なるほど。はい、サンマのパン粉焼きも焼きますね。サンマのパン粉焼きも焼きますね。はい、サンマにパン粉をつけたものも焼きます。あと2分、30秒。ちょっと休憩。サンマのパン粉焼きみたいなのどっかでやりましょう。やるね。サンマのパン粉焼きみたいな。